ということで審査が終わったようなので、はい、発表に移りたいと思います。はい、それではまず準グランプリの発表です。プレゼンターは女子高生ミスコン2021グランプリを受賞された千葉雪乃さんです。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。それでは発表お願いします。発表します。高一ミスコン2022準グランプリはエントリーナンバー6番ヨアンさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。中央にお越しください。高一ミスコン2022準グランプリヨアンさんへは千葉さんよりトロフィーの贈呈です。おめでとうございます。おめでとうございます。発表します。高一ミスコン2022グランプリはエントリーナンバー5番みーちゃんさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。中央にお越しください。おめでとうございます。それでは一言受賞の感想をお聞きしたいと思います。こんにちは、エントリーナンバー5番みーちゃんです。今すごく自分でもびっくりしてて、でもとりあえず本当にめちゃめちゃ嬉しいです。このグランプリを取れたのは私が今日まで頑張ったからのもそうなんですけど、応援してくれたファンの皆さん、両親、そして友達などたくさんの応援があったからだと思っています。本当に感謝でいっぱいです。JK ミスコンもグランプリを取れるように頑張ります。本当に応援ありがとうございました。おめでとうございます。では千葉さんからもお祝いの言葉お願いします。お願いします。グランプリ、準グランプリを獲得したお二人、おめでとうございます。私もミスコンに出て人生が180度変わってこのような舞台に立たせていただいているので、これからもファイナリストの皆さん頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。それではパネルを持って写真撮影に参ります。